Hansen. いつまでもいつまでも本当にレスラーとして頑張ってほしい。ドリーファンクジュニア、夢のスペシャルマッチ60分の一本勝負であります。分けるのはジョー樋口さんです。さあ山田さん、まあ夢のスペシャルマッチ、大変なまあファンにとりましてはまあ大きなプレゼントなんですけれども、ドリーファンクジュニアファンにとりましては、 山さん、あーっと話の間に仕掛けました。今ゴングが鳴りました。ゴングが鳴る前に思い切って鉄拳を振るいます。さあハンセン、このスターハンセンとの一騎打ちは避けてもらいたかったんじゃないでしょうかね。ドリーファンクジュニアファンは、しかしね、このシリーズのドリーファンクジュニア大変にね、コンディションがいいですね。はいはい、とてもね、若々しいですよ。そうですか。まあそれだけにね、まあこの一戦やっぱり私なんかは絶対に見たい一戦ですね。あ、そうですか。はい、 BWF 認定の世界タッグ王座決定リーグ戦ではもう何度も何度も血まみれにされました。そして大きな画メージを受けました。このドリーファンクジュニア、山田さん現在42歳、まあ天性の故障知らずの肉体をもともと持っている男ですけれども、一時体が小さくなりましたが、現在はあの世界ヘビー級時代の肉体に近いコンディションを保ってますね。そうです、大変にね、コンディションがいいし、もともと大変な頑張り屋ですからね。 テキサスブロンコのそのドリーファンクジュニア、足をすくってスプリングトーホールド、今夜は早い仕掛けだ、序盤戦からやる気満々、しかし奇襲戦法を見せましたスターハンセン、まず一発鉄拳を振るっております。さあ、左右のウエスタンラリアット全開のスターハンセン、とうとう山田さん、ハンセンは日本のリング上で2冠に輝きましたね。そうですね、まあ今日のね、この試合、どういうところが面白いかというと、 ハンセンのメテッポウなですね、パワーファイト、これに対してドリーというのは、あくまでの、オーソドックスな戦法、何の懸念みもないですね、もうじっくり型のファイトですね、これがね、やっぱり、ハンセンにとってはね、一種の苦手意識がありますよ。それで先ほど見せたようなスピニングトーホールド、これはまあお家芸なんですけれども、これがハンセンがよく聞きますね。はい、さあ、じっくり対決であります。 今夜の夢のスペシャルマッチ、山田さん、ドリーファンクジュニアが黄金の左封じ作戦に徐々に出てますよ。そうですね、腕を取らしたりですね、はい、足を取らしたら、ドリーファンクジュニアってのは実に前ですからね。そうですね、まあ、それにしましても、ドリーファンクジュニアの最大の親友であります、ジャイアント馬場選手が、この大宮大会、全身にしびれがあるということで、試合を欠場しております。 今後のジャイアント馬場選手のプロレス生命、本当に気になるところですけれども、山田さん、幸いのことに、今夜が最終戦でジャイアント馬場選手は助かりましたね。いや、本当に、ね、1試合だけ休養ですね。はい、不幸中の幸いですね。そうですね。まあ、しかしね、私は考えられなかったですね。本当ですね。とにかく彼はこれまでにもね、 もう40度近い高熱とか、はい、それからもうほとんど松葉勢をついて歩くような状態、そういうんでも出たんですね、試合に。ですからそれはね、やっぱり、欠場に踏み切ったというのは、よほどひどいんですね。はい、それもこれも、このリング上のあの横浜優勝戦の場外での、ウエスタンラリアット、その後遺症であります。 馬場にとりましても憎しこのスタン・ハンセンということになりますね。そうですね、しかしこれ、戦いは非常ですからね、どんなにひどい怪我を受けても、もう恨み、つらみを言うわけにいきません、これはもう全て実力が決める勝負の世界ですからね。その大親友のジャイアント馬場の敵を取れるかどうか、ジャイアント馬場選手のすぐそばに今日は付き添っておりました、このドリーファンクジュニア。 本当に悲しい表情をしておりました。まあ日本における最大の親友がジャイアント馬場ですからね。そうですね、とても心配そうな表情でね、付き合ってて、その後私ちょっと話聞いたんですが、今日のハンセンとの戦い、どうでるかと、ただね、ほとんど何も言わずにですね、唇をガッと噛み締めてましたね。そうですね、やっぱりそういったところにね、ドリーのやる気というものが伺いましたがね。はい、さあ、その 親友ジャイアント馬場の欠場を聞きまして、本当に奮い立ちました。このドリーファンクジュニア、テキサス魂を奮い立たせまして、スタンハンセンに挑んでいます。どういう報復手段を考えておりますか。徐々に試合の流れは今夜はドリーファンクジュニアの流れになりつつあります。腕を取ってますね。腕を取ってますね。このアームブリーカー、一種のアームホールドですが、大変に
あのハンセンは苦しそうですね。本当ですね。親友のジャイアント馬場にはもう当然いろいろと対ハンセン作戦聞いてきたと思いますが、このジャイアント馬場選手が左封じ作戦で構想しまして、サンダンスターハンセンの左を封じましたので、この作戦を授かりましたドリーファンクジュニア、いい攻撃に出ております。本当に常に冷静沈着なテキサスブロンコ、ザ・グレートテキサン、ドリーファンクジュニア。さあ頭から突っ込んだ、あー右だ、今度は右のカウンターエルボー、これが火を吹きました。一瞬にしてひるみますドリーファンクジュニア。さあ攻勢に出たぞ、今度はニーリフトを突き上げる、顎の先端を砕きます。スタンハンセン、初代の世界タッグチャンピオン、並びに PWF ヘビー級のチャンピオンであります。山田さん、今夜ドリーファンクジュニアとしては気持ちの上ではスペシャルマッチですけれども、スタンハンセンの PWF にも挑戦したかったんじゃないでしょうかね。そうですね、まあ、そういう気持ちは十二分に持っていると思いますけども、まあもうとにかくタイトルかかるかからないじゃなくてですね、この両者の対決というのはね、やっぱり今は最高でしょうね。そうですね。しかし山田さん、もうファンの方からも数々激励の手紙が全日本プロレスのオフィスに入っているそうですけれども、このドリーファンクジュニアの肉体、まあ、山田さん、人間の体の肉体には限界があるんですが、このドリーには本当に信じられない底力、精神力でカバーするいわゆる力がありますね。はい、しかもおそらくこれはドクターがですね、はい、このドリーファンクジュニアの肉体をチェックすれば分かることと思いますが、まあ、普通の人の年齢と比べてですね、大体15歳ぐらいは若い年齢じゃないかと思います、はい、さあそのドリファンクジュニアがバックドロップでスタンハンセンの後頭部を打ちました。今日は非常にいい流れを作っておりますドリファンクジュニアであります。なんとか山田さん一矢報いてもらいたいですね。そうですね、まあ幸いね、今日のスタートからここまで見てきましてね、ドリが大変にいい感触をつかんでますね、はい、なおこのスペシャルマッチは去年の秋も深まりました11月28日の函館で一度実現しておりますけれども、9分58秒両者リングアウト。この時山田さんね、ドリーファンクジュニア試合前にプロレスというのは体力だけではない、頭だというような名セリフを吐きましたよね。はい、そうですね、でまさにドリーファンクジュニアのファイトがそれなんですね、はい、まあ、非常にインサイドワーク、作戦に裏打ちされた行動、うん、まあ、それだけではなくて、もうプロレスリングのファイトに入るとですね、もう耐えて耐えて耐えると、もうこれ一本ですね。それでもう最後になったら思いっきり自分の力を出していく、はい、これがもうドリーのファイトですね。そうですね、今日のこの流れの組み立てはいかにもドリーファンクジュニアらしいですね。はい、でも今日はね、非常にドリーが積極的に出てますね、はい、さあ得意のエルボースマッシュ、まさにいぶし銀、世界ナンバーワンのエルボースマッシュの打ち手、これがドリーファンクジュニアです。全く衰えを知りません。ハンセン前に出てまいりました。エルボーを打ちます。顎を砕きますか。再び大先輩、大学の先輩でもあります、もちろんレスリングの先輩でもあります、このドリーファンクジュニアにガン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 、もうよどみない攻めを見せております。スタンハンセンです。現在2冠王、山さん、 PWF ヘビー級のベルトも長期政権のような気がいたしますし、それから初代の世界タッグチャンピオンのベルトもずっとこのスタンハンセン、ブロディが持っていきそうな感じがしますがね、どうですか。そうですね、まあ、今のところ本当に天下無敵という言い方しかできませんね、うん、はい、まあ、本当にいろんな、ね、ウィークポイントを探そうと思っても、それはわずかなウィークポイントはあるんですけれども、もう総合力ということになればずば抜けてますね。山さん、先ほどブルーザーブロディの今後の、まあ、全米サーキットの話していただきましたが、スタンハンセンも当然、まあ、アメリカで、2人で、ベルトアンギャということも十分に考えられるんでしょうね。そうですね、ハンセンの場合ですね、まっすぐ自宅へ帰るそうで、はい、とりあえず非常にこのシリーズはですね、自分のコンディションを崩したということで、約7日間ぐらいは休養とトレーニングに費やすそうです。なるほど。でその後ですね、積極的にマーケットを回ると、うん、いうことを言ってましたね。そうですか。やはり1点を争うシーソーゲームで本当に息がつかないほどのリーグ戦だったわけですから、さすがにこのスタンハンセンといえどもちょっとは休養しないと持ちませんね。そうですね、このシリーズ非常にロングサーキットでしたからね、はい、さあヘッドシザースに取っておりますスタンハンセン。スタンハンセンが珍しくグランドでの展開、これはドリーファンクジュニアが自ら流れに持っていったという感じがしますね。そうですね、このパターンは
非常にドリファンクジュニアとしてはいいパターンだと思います、はい、あの時折ねハンセンがラッシュ攻撃をかけるんですが、で、あの非常にあの表面だけ見ますとドリーが苦しそうな顔をしますけれども、あれぐらいのことではドリーは参りませんね。さあスルリと体を入れ替えました。そしてスタンハンセンの強靭なものすごい女性のウエストぐらいあります太もも、そして爪のあたりを持ちまして、これはボストンクラブへ持っていこうとする体勢ですね。そうですね。さあしかしスタンハンセンが今度はドリーファンクジュニアの足首を持っています。これがスタンハンセン、しかし効いてるぞ効いてるぞ、ドリーファンクジュニア構成、ドリー構成、さあ大宮のお客様ドリーファンクジュニアコール、これで右足をステップオーバーすれば決まったんですがね。そうですね、崩れました、やっぱりね相当力が入ってたんですけれども、あれハンセンが崩しに出ましたね。そうですね。さあ両膝に手をやりますスタンハンセン、これをじっと睨みつけます。眼光鋭い今夜のドリーファンクジュニア第46代の NWA 世界ヘビー級のチャンピオン、前世時代に肉体のコンディションは戻しております。ドリーファンクジュニア本当に寿命の長い選手です。この世界タッグ王座ベルト、シングルはもう頂点を極めただけに、馬場と一緒に本当は欲しかったんでしょうね。そうですね、あのタッグの王座だけは何としても欲しかったと思いますね。そうですね。さあバックを取った、バックを取ったとハンセンの攻撃、今度はバックドロップ、豪快に奈落の底にドリーファンクジュニアを突き落としました。まさに豪快バックドロップ、スタンハンセンカバーの体勢、危ない、ドリー危ない、初めてピンチに立ちました、初めてピンチに立ちました。ドリファンクジュニア頭を持ってこっからもう思い切って攻め込んでいきます。攻めのパターンになりましたね山田さん。そうですね。いやーニードロップ、ニードロップ、ドリーとしては本当に初のピンチですね。そうですね。さあカウント2で跳ね返しておりますが、ドリファンクジュニアの表情どうでしょうか。ちょっと苦しい表情をつけしておりますが、さあ今度はダブルアームスープレックス、スターハンセン豪快にスープレックスでドリファンクジュニアを切って取ろうとするが、しかし肩に力を入れましてコーナーに追い詰めました。ロブレイクです。ドリファンクジュニア赤いトランクス、あれをね、うまく外したところを見るともうドリはまだまだスタミナ大丈夫ですね。いけますね、まずスタンハンセンを、おっと今のタイミング、これまたスタンハンセンのうまさ、非常に早いですね。早いですね。そして毒針エルボードロップを突き落とした。さあドリ頑張れるか、夢のスペシャルマッチ大宮大会で実現、ビッグプレゼントであります。スターハンセン対ドリーファンクジュニアの対決、さあロープに飛ばした、ラリアットはいきません。お、スライディングレグシダース、体の動きの軽いスターハンセン軽快な動き、これはびっくりしましたね山田さん。そうですね、時々ハンセンはこの手を使いますね、はい、相手の意表をつく意味ではね大成功ですね、今はあのラリアットいける体勢ですがね、それをさっと透かしておいて、まああのスライディングレッグシーザーですね、はい、こういうのはねやっぱりあのドリファンクにとってはむしろ自分がやる技ですから、うん、心理的にプレッシャーがかかるわけですね。135キロの全体重をかけています。ドリファンクジュニア潰されました。今度はものすごいボディスラム一発、何しろ今夜が最終戦、長期ロングサーキット最終戦であります。両者思い切った攻防、ダブルフライングニードロップは失敗。さあドリーがここでスピングトールド、あーっと1回転のみ、左の足で外されました。頭から落っこちるドリーファンクジュニア、さあ場外乱戦か、アウトサイドリングに勝負を持っていくドリーファンクジュニア、さあ得意のエルボースマッシュ鋭角的に決まっている、本部席に頭を打ちつけた。ドリーが場外で攻め込みます。そして一歩早くリングの中に入りました、一歩早くリングの中に入りました。さあスタンハンセンも頭を振ってふらついています。ドリーにもチャンスがあります、ドリーにもチャンスがあります。さあコーナーマットに接中攻撃か、コーナーマットにまずは一撃、スタンハンセンが頭を振っています、倒れました、スタンハンセン倒れました。ドリーファンクジュニア深追いするか、上樋口レフリーが止めました。非常にドリーファンクジュニアが冷静ですね。あ、おっと期待をどうやら切ったようですね。そうですね。先ほどの猛烈な攻撃によりまして期待を切りました。さあマット上に期待を、その期待を思い切って打ちつける、打ちつける、さあ流血の対決になりました。ドリファンクジュニア対スタンハンセンの夢のスペシャルマッチ、
さあここはここはドリーファンクジュニアとしては相手が血を流しておりますので山田さんいつものパターンと反対ですね。そうですね、やっぱりあのドリーとしては一気に行くべきでしょうね。はい、このリーグ戦の最中はもう散々ドリーファンクジュニアはこのスタンハンセンの猛攻にありまして大流血を強いられました。しかし今夜は反対の展開、しかしエプロンで踏ん張るスタンハンセンがエプロンで踏ん張ります。さあ逆さずりにされました、逆さずりにされました。厚い具の間にキックストンピング、ストンピングを打ちまくるスタンハンセン、あーっと血が逆流します。逆さずり、ドリーファンクジュニア、レフリーのジョー・ヒグスさんが間に入ってもう懸命に止めようとしております。しかし足がもつれています、足がもつれています。頭から落ちました、ドリーファンクジュニア、頭からマット上に真っ逆さまに落ち込んでしまいました。さあちょっとバランス感覚を失っているドリファンクジュニア、夢のスペシャルマッチ15分が経過してまいりました。さあパイルドライバーか、パイルドライバー危ない、パイルドライバーものすごい、パイルドライバー脳天空打ち、スタンハンセン、そして片指に固めるカウントはあっと必死で返す、ドリー必死で返しました。いつの間にかスタンハンセンのペース。さあ大技連発、ブレンバスターです。顔面血を流しておりますスタンハンセンでありますが思い切ってブレンバスター、そのまま覆いかぶさって、さあドリーは返します。なんという強靭な肉体でしょうか、もう肉体の限界をもう本当に通り越しておりますが精神力で頑張るドリーファンクジュニア、突進、ハンセン突進、膝を打ったぞ、膝を打ったぞ。さあ今度は反対に攻めるドリーが、さあ得意の伝家の宝刀、ファンク王国の伝家の宝刀、スピニングトーホールド、しつこく攻める、しつこく攻める、体が回った、体が回った、一回転した、しつこく攻める、ドリーがしつこく、あー、いつの間にかブルーザーブロディが、ブルーザーブロディがやってきた、トップロープにブルーザーブロディ、そのままフライングエルボー、思い切ってドリーバックジュニアの肩口にフライングエルボー、ブルーザーブロディ、世界タッグチャンピオン2人、世界タッグチャンピオンがいつの間にかリング上におります。流れ込んでまいりました、ブルーザーブロディが鉄拳を振るいました。ドリーファンクジュニア場外に真っ逆さま、場外はドリーファンクジュニア、放送席の目前、大きな体、これがブルーザーブロディ、ドリーファンクジュニアがいます。ドリーファンクジュニアをさあ針がかりでやっつけようとするスタンハンセン、ブルーザーブロディ、スタンハンセンの顔面は真っ赤。さあリングの外の、リングの外のマットを肩にいたしました、肩にいたしました。そしてもう一回パイルドライバー、パイルドライバー、さあすごいパイルドライバー、マット上ではありません、コンクリート上に、コンクリート上にドリーファンクジュニアの後頭部を真っ逆さま、マットをわざわざ山田さん剥がして、はい、このコンクリートに直にぶつけましたね、直撃ですね、これは大変です、これは大変です、ドリーファンクジュニアです、もうものすごい勢いで脳天空打ち、コンクリートに激突しております、ドリーファンクジュニアの後頭部、さあ、まだまだ、まだまだ、おっと、ドリーの表情、あ、山さん、ちょっと見てください、あっと、ちょっと意識がありませんね、失神ですね、あ、ちょっと脳震盪状態ですか、いやー、大変です、スタンハンセンにはジャイアントババが横浜優勝戦で全身にしびれという、大打撃を受けまして、今夜、この大宮大会欠場しておりますが大親友のドリーファンクジュニアも後頭をやられました。大変なことになりました、夢のスペシャルマッチ、まず結果ですけれどもゴングが鳴って16分10秒、スタンハンセンの反則負けが制せられたようですね。そうですね、これは当然ブルーザーブロディが加わりましたからね、はい、当然の結果でしょう、2人がかりですからね、スタンハンセン対ドリーファンクジュニアの夢のタイトルマッチ、ちょっと後味の悪い結末になりましたが、ドリーファンクジュニアの今後本当に選手生命は大丈夫でしょうか、本当に心配です。勝負は16分10秒、反則勝ちでドリーファンクジュニアが勝利を握りました。